いやっぱりすごいですよ。こういうのだけトヨタのこんにちは、1週間の始まりです。頑張りましょう。だいぶ預かっちゃったんでやってますよって。トヨタの FC1000 ですね、吉野さんスペシャル。だいぶ手かけて直したみたいなんですけど、入院してきたんね、吉野さん見てもらえばいいんですけどね、遠いとか言って、こちらに来たんで、まあ無限にも断れないんでお引き受けいたしました。すごいっすよね、この扇風機の音。頭痛くなっちゃう。一応ね、3本玉です。3本玉ちょっとメーカーちゃんぽんになってますけど、一応3本入ってるんで、チェックしたんですけど、まあ、100点ではないんですけど使えるんで、OK かなっていう感じで、今無変調 1W で NASA でちょっと押してね、手元のパワー計、眩しいしうるさいし唸りは聞こえないし、フルパワーで1キロやっとかな。もうちょっと押してもいいけど、押しても出ないね、これ。やっぱり玉変えないとダメなのかな。ちょっと傷んでるっていう感じですね。はい。もうちょっと押し上げて。ちょうど1キロ。スニーカーを絶対に入れようかな。こんな感じで入れております。もうちょっと行って、上にするとアベレージは上がるけど、フルパワーは変わりませんね。アベレージっていうか、右のパワーはね、ちょっと上がりますけどね、最終的なパワーは変わらないって感じなんで、素晴らしいよね、これ。一応、オフタイマーが入っていて、トヨタさんの機体ね。なかなかどうして、素晴らしいですよ。というわけでね、一応、これも来てもらったときはね、もう、あれ、30のフューズ、後ろに2本入ってたんですけど、切れちゃってたんで、うちのやつ、70のフューズをね、とりあえず2本入れて、繋いだらいきなりバカーンってショートしちゃったんでね、あ、これダメだっていうんでね、修理に入ったんですけどね、一応なんとか治ったかなって、玉変えちゃうと大変なことになっちゃうんで、とりあえずこれで1回ね、持ち主さんに連絡してみたいと思います。お疲れさんです。暑い夏が来ますけどね、美味しいもん食べて乗り切りましょうね。まだ梅雨ですけどね。以上でございます。